Thank you.
地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。 変な敵は。
陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。この通路は昔からあるみたいですけど、生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。あれ、破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンは。なあ、こいつら殺していい？イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。わかったよ、兄ちゃん。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドか。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造者にそれを料理する。大して自分は必要としなくて。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物が価値なのか。私たちが興味ある月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合い愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちもその進化に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思っている。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴く。こんな素敵なことは他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけ。
滅ぼすしかない。君たち、ここにいる大物は宇宙人同様。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。はーい。トゥビーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。いや、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。ありがとうございます。司令官は昔なじみなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。
写真の場所か、遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。
以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。
の。ああ、ナイエスさんとトゥービーさん、先日の機械生命体の暴走は大変でしたね。いくつかあなたに聞きたいことがある。はい、私に回答できることでしたら。パスカル。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は？廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。